皆さんこんにちは、酒井です。前回の動画では Zoom のリモート収録時に映像クオリティを上げるための撮影術について出演者にお願いする部分をお話ししました。今回は収録する人、つまり運営側がリモート収録の時に気をつけなければならないことをお話ししようと思います。まず Zoom の映像を収録する最も簡単な方法は Zoom のレコーディング機能を使うことです。この方法を使えば、特に特別な機器がなくても Zoom ミーティングの内容を映像として残せるので、一番多く使われている手法になると思います。ただ Zoom 標準のレコーディング機能だと、実際に出演者と共有画面、どういう配置でどういう映像がレコーディングされているかわからないという問題があります。レコーディング設定画面では、各参加者の個別のオーディオファイルをレコーディングします。サードパーティービデオエディター用に最適化、録画中に共有された画面の隣にビデオを移動してくださいという項目のチェックボックスにチェックを入れておくことを忘れないようにしてください。これらにチェックが入っていないと、それぞれ全員の声がミックスされた音声しか記録されず、マイクの音量の小さい人がいた場合にその人だけの音量を上げることができない、編集ソフトに適さない形式で記録される、画面共有の映像に出演者が被って記録されてしまうといった問題が起こり得ます。もう一つの方法として、パソコンの画面を HDMI などで出力した映像をレコーダーで収録してしまうという方法があります。複数の PC とレコーダーのセットを用意することで、一人一人の映像を大きく映した画面を別々に収録することができます。多くの人数をフル HD の画質などで収録した場合、もちろん一人一人の映像は小さくなってしまいますので、後で編集するときにあまり拡大することができず、使用用途が限られてしまいます。ですので一人一人ある程度の解像度で映像を収録できるというメリットはとても大きいのです。先ほど話したような画面共有した映像に出演者が被って収録されていたとか、出演者の映像がとても小さくレコーディングされてしまっていて使い物にならなかったというようなトラブルがなく、見たままの映像を収録することができます。ただし音声に関しては、全員の音声がミックスされた音声しか残りませんので、通常のZoomレコーディングも併用して行うとバックアップ等の観点からも良いでしょう。ちなみにブラックマジックデザインというメーカーの ATEM Mini ISO や ATEM Mini Extreme ISO というビデオスイッチャーには、接続した HDMI 映像をすべて個別に SSD に収録してくれるという機能もあります。それぞれ4入力8入力となっており、レコーダーを複数揃えるよりもこのようなプロ用機材を導入することをお勧めします。ちなみに私も ATEM Mini Extreme ISO を使っています。次に収録時の注意点についてお話しします。収録中は運営側の Zoom はミュート状態にしていることが多いかと思いますが、ミュート状態になっていると PC のマイクが運営側の発言を認識した場合にこのような警告画面を出すことがあります。 Zoom レコーディング機能にはこの警告画面は記録されませんが、もし収録を HDMI 経由の外部レコーダーで行っていた場合、見たままの映像を記録しているので、この警告画面まで一緒に記録してしまいます。収録中はイヤホンを使い静かにしていることがとても大切です。またパソコンでバックグラウンドで動いているアプリケーションは終了するなど、通知が出ないようにすることも大切です。収録内容に画面共有などがある場合、そのままだと共有されたスクリーンが大きく出演者側がかなり小さくなってしまいますので、あらかじめ画面共有された時に出演者が大きく映るようこのようにサイズを調整しておくことが大切です。このサイズは一度決めてしまえばミーティングから退出する限り固定されますので、収録を始める前に全ての PC でサイズ調整をしておきましょう。このサイズ調整は Zoom のレコーディング機能で収録された映像にも反映されます。小さくしてしまった画面共有の映像はスライドであれば出演者からスライドデータをいただき、後の編集で差し替えるか、出演者用とは別に画面共有用の PC をさらに1台追加してレコーディングしておくと良いでしょう。このように各出演者一人一人の映像をなるべく大きく収録することで、編集時の各映像のレイアウトがとても楽になります。あとはセミナー等であれば、
話し始めから話し終わり、出演者に5秒ほど静止してもらえれば完璧です。ビデオオンにしてすぐ話し始めてしまったり、講義が終わった後にすぐ横を向いてしまうなどすると、ちょっとみっともない映像になってしまいます。しっかり止まった状態で間を置いてから話し始め、話し終わってしばらくはカメラを見て静止してもらいましょう。以上が Zoom でのリモート収録における収録者側へのアドバイスになります。ぜひ実践していただき、 Zoom 映像から作り出す映像のクオリティを上げてもらえれば私も嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。